今回は横須賀線ホームの増設工事が進む武蔵小杉駅をその数奇な生い立ち発展などと合わせて見ていきましょう。このチャンネルでは元駅員のアゼロがドンキルのナレーションとともに駅での便利な乗り換え方法やトリビア、旅行の様子などを週1本程度不定期にお届けしますので、お見逃しのないようぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。通知設定もお忘れなく。現在横須賀線で下り方面に進んでいるところ、まもなく武蔵小杉駅に到着します。次の武蔵小杉駅ではホームの増設工事が行われており、2022年度末までに1面2線から2面2線へと増強される予定です。新設するホームは15両編成対応の長さ311メートル、幅5メートルで、階段が2箇所、エスカレーターが2箇所、エレベーターが1箇所付けられます。下り線専用とし、既存のホームは上り線専用とします。ここで武蔵小杉駅やその周囲について簡単に振り返りましょう。1926年に東急の前身となる東京横浜電鉄が開業しますが、現武蔵小杉駅付近に駅は設けられませんでした。翌1927年3月に JR 南武線の前身となる南武鉄道が開業しますが、これもまた現武蔵小杉駅付近に駅は設けられませんでした。同年11月にグラウンド前停留場が設けられ、これが後に武蔵小杉駅となります。さらに1929年に貨物路線の品格線という貨物線が開業し、これは後に横須賀線となりますが、またまた現武蔵小杉駅付近に駅は設けられませんでした。さらにはご存知、1964年に東海道新幹線が開業しても、1976年に武蔵野貨物線が開業しても、1980年に品格線が旅客化され横須賀線の列車が走ることになっても、駅は設けられませんでした。これだけ路線がありながら、全ての路線で最初から駅が設けられなかったということは、当時から付近に旅客、貨物の両需要がなく、開発予定もなかったということでしょう。ちゃんとした南武線の駅としてスタートしたのは1944年で、翌年の1945年に東急の武蔵小杉駅が誕生するなど、意外に若い駅だったりします。そして2010年にだいぶ離れてはいますが、横須賀線に武蔵小杉駅が設けられます。今は鉄道だけでも品川、東京、成田空港、横浜や熱海、伊豆、池袋、新宿、渋谷などへ一本で行ける立地や、工場地帯からタワマンの街へ変貌を遂げたことにより人気はうなぎ登りとなります。その変貌のきっかけは1988年の再開発地区計画制度創設。はじめは百貨店やオフィスビル、ホテルが立ち並ぶような街づくりを計画していたようですが、バブル崩壊により住宅地などに変更、コストの安い他県へと工場の移転が相次ぎ、2007年からタワマンが続々と立ち始めたのでした。新宿副都心や池袋のサンシャイン、高輪ゲートウェイ駅とその周辺など、都市部に広大なスペースを確保して建物が建っている場合、そこには以前巨大な何かがあったことが多いです。先の例では副都心はヨドバシ浄水場、サンシャインは東京工事所、高輪ゲートウェイは田町車両センターがありましたね。この武蔵小杉では工業地帯だったのです。2003年度の JR 東日本と東急を合わせた1日平均乗降人員は約14万人でしたが、たった5年後の2008年度では 28.3 万人と倍に、駅の入場に行列ができてしまうようなありさまとなり、2018年度には新南改札口が開設されました。そして2022年度に横須賀線ホームの増設が行われるのですが、合わせて新規改札口の設置と、そこから東急線への最短乗り換えルートの整備も予定されています。
通の海老名行き降りたホームでお待ちください。次の海老名行きは13時53分の発車です。ここで横須賀線ホームから南武線ホームへ歩いてみましょう。以前はムサコといえば武蔵小金井であったのが、ここ最近は武蔵小杉を指すことが多くなってきました。今回は横須賀線ホームの増設工事が進む武蔵小杉駅を、その数奇な生い立ち、発展などと合わせて見てきました。ご視聴ありがとうございました。